こんにちは、ですで今日はお金、マネーについてです。皆さんは何円単位で日々生きていますでしょうか ?1 円単位で気にしてる人もいますよね。またあの、結構稼いでるはずのおじさんでも、10円単位で安いランチとか、10円単位で割り勘をしてくる人もいますよね。で、また100円単位で考える人もいれば、まあ、1000円、2000円のものは少しちゃんと考えるかなって人は多いと思います。 逆に1万円を超えてもポンポン買える人は少なくなると思います。で、私はですね、これは私がお金を持ってる持ってないに関わらず結構計算したんですけど、おそらく数万円っていうのは人生において誤差なんですね。考える必要がないと思ってます。というのは、皆さん毎年いくら税金払ってるか知ってますか 所得税とか、住民税とか、あと今、なんか騒がれてますけど、年金、含め社会保険料とかで、これ、軽く100万円以上払ってるんですよ。これ、特にサラリーマンは。で、厳密にいくら払ってるか言うと私の年収が分かるんで言えないんですけど、ポイントは、これ、勝手に税金って上がっていくんですね。まあ、今回の消費税、上がりますけど、それだけじゃなくて、この控除が引き下げられたりとか、勝手に、どうしようもないんです、これって。 で、食べたいものとか、欲しいもの我慢したり、一番は、あの、会いたい人にも会わずに、数百円、数千円、で、数万円すら守ったとしても、これどうにもならずに取られてしまうんですね。で、さらに、これ国だけじゃないんですよ。病気とか事故もありますよね。また、いつまでも仕事が順調とも限らない。そんな中で、この我慢、人生という、 お金は無限ですけど時間人生とは有限ですから我慢と引き換えに貯めた数万円なんて一瞬で消えるんですよだから数万円以下のものに意味もなく我慢するっていうのは私はすごい非合理だと思いますで、まあ、100円とか10円を気にするのは勝手ですけど、まあ、賢くはないなと思うし そうやって守って100円は消える。そして、ああ、この人は100円、10円単位で考える人なんだと周りにも思われてしまう。というのは、ま、賢くないかなと思います。以上、今日はお金とは何かというのを数字で考えてみました。ご清聴ありがとうございました。